お疲れ様です、吉田さん。山本太郎さんのファンだっていう方からね、コメントをよくいただくようになったのと、あとメールが直接来るようになりました。で、その中で前回の動画でね、令和新選組とか山本太郎さんを応援される方の中には、今の状況が苦しいとか将来に不安があるっていう方が多いと思うんですみたいな、この語り口調で私が作った動画があったんですよ。で、その中で以前のこれは動画になりますけども、ちょっとね、稼がせるぐらいだったら私できますんで、試しにメールいただいてもいいですよって言ったら、何件かね、メールが来たんですよ。で、それを何日かつもね、四五日ですけども、やり取りさせてもらって、先ほどね、その方のうち3名の方が10万円を超えたお金を稼ぐようになったんですよ。だから、その、れいわ新選組の、先生、山本太郎さんのこの応援動画を作る中で、ただそれじゃいけなくてね、やっぱり応援するにも余力が必要なんですよね。で、その余力がない方には、こうやって余力を作りましょうみたいな形で、例えばポイントサイトを紹介してみたりとかね、なんかそのセルフバックサイトを紹介してみたりとか、そのメルカリでタダで手に入れられるんだけども、売り上げが上がる商品とかを紹介してみて、それをそれぞれ試してもらったんですよね。それぞれのできることできないところがあるんで。そうすると、その3名が3名ともですね、10万円を超えて、やっぱこう1週間前では考えられなかったと。で、令和新選組を応援しててよかったっていうふうにね、結局は、令和新選組、山本太郎さんつながりで、私を知り合った人が、私のね、なんかこう、情報とかスキルで、なんかこう、思わず稼げちゃったんで、ああ、令和新選組ありがとうみたいになってね、私もすごい嬉しいんだけども、間接的に、その、令和新選組とか山本太郎さんファンに、利益を与えれたかなっていうのがね、ちょっと言いたくって、こうやって連絡させてもらいました、動画にして。これからもね、そういったご要望があったらね、5万とか10万だったらポンポンポンとできますんでね、やってもらいたいなと思います。ただしこれ単発なんで、安定的に継続的にやっぱりね、毎月毎月2万とか3万とか5万とか10万稼げるようになるためには、やっぱりこう、やる方も継続してやらないといけないんですよね。だから4、5日だったらできたけども、それをね、1年のうちの、例えば、100日とか200日やってくださいって言ったら、多分これ、続かない人がいると思うんですよ。儲かることなんだけど続かないんですよね。で、儲かるっつっても、例えば1万円稼ぐのに8時間働きましょうみたいな話をするわけではないんですよね、私がね。もう今時代が変わったんで、工場で働いたり、飲食店で働いたりとか、ファミレスで働いて、時給900円、1000円もらう時代じゃないんですよ。それでもいいんだけども、今は、テクノロジーがあるんで、そのテクノロジーを使うと、労力10分の1ぐらいで10倍ぐらいの、報酬が得れるものも十分ありますんでね。やっぱりこう、会社としても、ネット上に仕事を出してる場合があるんですよね。で、それが結構多いわけなんですよ。そうすると余計なコストがかからないから、発注する方もその報酬を高く設定できるっていうところがありますんでね。時代が変われば概念が変わっていくということで稼ぎ方も変わるし、それから時代が変われば SNS で支持を受けた令和新選組みたいなところがこれからね、政権を取るってことも十分ありえるんじゃないかなと思ってますね。お疲れ様です。